多分本気で酒飲んだら多分フランスのブドウ畑で絶滅させる自信があります。女の子と遊ぶ時とかに、なんかいろんな角度が見られるの。ちょっとなんか女の子何人と遊びました？なんかコーヒーとか飲みます？あ、飲みます。今まで何杯飲んだか覚えてますか？Hey, how's it going, everyone? This is the Anime Man. What if I told you there exists an occupation out there where by dressing sharply, talking to girls who are madly in love with you, all while drinking crazy expensive champagne, you can earn upwards of six figures in a single day? See, something that lucrative yet simple sounds like fiction, but here in Japan, that occupation really does exist. They're called hosts. And it is one of the most competitive job spaces in the Japanese nightlife business. And like all competitions, not every participant can reach the very top. But today, I'm going to be talking to the man who did. His name is Roland, and with a net worth in the multiple millions, owner of countless businesses, and a pretty cool otaku on top of all of that, I wanted to find out firsthand about the mysteries surrounding the world of host clubs, and to find out exactly what he did to achieve becoming the richest host in all of Japan. Let's go. All right, here we are in front of Roland's house. He has very graciously invited me over to his house. I've only seen glimpses of his house, and it looks freaking insane. So let's go in, shall we? I'm very nervous. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Hajimemashite. Roland さんですか? Roland です。どうぞ。ちょっと待ってください。ようこそ。いや、本当にもう綺麗なのは綺麗なんですけど、こんなアパート日本で見たことないですよ。まああんまりないかもしれないですよね。こう結構シンプルなんで、物事がもう本当に少ないんですよ。なんか以前の動画でも何件か、ちょっと拝見したんですけど、結構なんかミニマルな生活を送っているっていうか。そう、だから洋服も少ないし、なんかフィギュアとかもたくさん集めてらっしゃる。はい。じゃないですか。僕はマジで真逆です。多分真逆な。じゃあちょっとお家でどうぞ。来てください。はい。やばっ。ここがリビングなんですけど、とにかく、まあ、全部鏡。鏡になんかこだわりとかあるんですか？違う。鏡はやっぱりこう、なんていうんですかね、まあ、ナルシストなんで、こう自分をこう常に、しかもいろんな角度から見たいっていう。ああ、なるほど。普通のこうナルシストって大きい鏡1個置いて、はいはい、終わりじゃないですか。はい、まあ、ここにまず自分の絵がありますし、上見ると、まあ、自分に会えるし。っていうところで、まあ、普通の人よりも多分自分が好きなんでしょうね。でも正直僕もローランドさんみたいに見た目してたら多分同じ考えをします。あ、本当ですか、はい、自信を持っていないですか？いやー、僕は、まあ、ローランドさんの隣に立つともさすがに自信なくなります。いやいや、家のじゃあ鏡どれぐらいのサイズですか？え、僕っすか？いや、でもマジでほぼないっす。あ、ほぼないんだ。はい。なんか家の鏡の大きさってちょっと自信の表れだったりとかしません？さす、まあ自信に満ち溢れてるのはもう明確っすね。本当にもう本当にもう壁とかが全部鏡なんで、まあ、さすがになんか飾れる場所少ないですよね。まあ本当唯一これとか、まああとはここがまあお酒を置いておくところなんで、これがまあ言ったらこうフィギュアみたいなもんですよね。大人のフィギュアですね。大人のフィギュアです。ちなみに結構お飲みになられるんですか？結構飲みますよ。僕お酒好きなの。飲みますか、お酒？オーストラリアの血を引いてるんで、ね。やっぱ強いんだ。いや、うん、まあ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 っていう感じです。ああ、シャンパンのボトルあるじゃないですか。はい、あれを普通に一人で飲むとしたら、はい、何本ぐらいまで飲みますか？いや、正直シャンパン一人で飲んだことないんで、はい、まあでも。まあ、2本ぐらいは食べに行きます。あ、2本、あ、じゃあ結構強い。僕もうちょいいける気がします。え、最高記録とかあるんですか？どれぐらいでもね、多分本気で酒飲んだら多分、はい、フランスのブドウ畑で絶滅させる自信があります。いや、それは多分勝ってます、はい、今見た感じやっぱ黒多いっすね。うん、黒と、まあ、ホワイトかな。でもまあ基本的には家具とかはねブラックが多いかな。あ、まあシックでいいっすよね。シックでいい。やっぱシンプルが好きなんで、どんだけお金持ちになってもやっぱりこう物は増やしたくないなっていう物欲があまりないんで。フィギュアとかも買いたくないですか？フィギュアね、なんだろう、なんか欲しくなっちゃうんですけど。このなんか家に1個あっても、前5等分の花嫁のあの四葉、はいはいはい、可愛すぎてアニメート行った時にマジで買おうかなと思ったんですけど、この部屋にポツンと置かれたらちょっと。そうですね。あ、四つ葉なんですね。なんかこの家が五等分の花嫁の家っぽいんですよ、うん、ちょっと。え、それはもうさすがに偶然ですよね。いや、もしかしたらうちの家をこうなんかモチーフに作ったんじゃないのかなって。見てたらなんかすごい親近感があったんですよ、はいはい、あの映像を見てて。で、やっぱこのアニメが面白いからかなって思ってたんですけど、うん、4話目ぐらいから、うん、あれ、これ俺んちだね。
僕はちなみに一華派です、はい、あーそっちだ、可愛いですけどね、はい、大人っぽい人が好きですか、どういう人、そうですね、僕ちょっとなんかあの男の子っぽい感じの、なんかちょっとボーイッシュな感じの子が好きなんですよね。じゃあ2回行きますか。そうですね、2回行きましょう。どうぞどうぞ。ありがとうございます。なんかレディーファーストで昔 お父さんに女の子が階段から落ちた時に守れるように、もうお前は下をこうしっかりあの歩ける男になれています。さすがです、さすが。落ちないでください。じゃあ僕女の子にやってやります。いやいやいや、あここも黒なんです、ね、ここもね、階段は上がったらこう壁が黒で、まあ、一応ねここがまあ3個までこういつも、はい、オフィスにする予定なんですけど、ここはソファー置いてあったんですけど、はい、ちょっと来月ぐらいに改築してっていう感じで、はい、わー、でもいいっすね、やっぱり、やっぱりそのカーテン開けるとその全体が見えるっていうのがやっぱりいいっすよね、うんうん、で、まあ一つちょっとツッコミどころなんですけど、ローランドハウスって結構書いてるじゃないですか。これになんかこだわりとかあるんですか。いや、なんかその例えばうち階段とか段差が多いんで、はい、あの頭ってこう記憶なくなった時にパッてこう一個見た時にあ、そう、俺の一つだ。いや、さすがに思い出せるように。え、ちなみにおいくらぐらいかかったんですか。多分ですけど、これぐらいの家を東京で買おうってなったら、はい、10ミリオンとかですかね。で、普段はここで仕事してらっしゃるんですか。まあ普段ここで仕事をして、いや、でもマジでなんかここもなんか壁ありますけど、本当に何も飾ってないですね。ここはもう壁はもう全部鏡にして、はい、ここに大きいオフィスを、あのデスクを置く、はいはいはい、でモニターも全部どかしちゃおうかなっていうところで、うーん、ここも鏡にするんですか。ここも鏡にしますね。わー、すごい。日差しが入ってきたら反射やばくないですか。反射やばいんですよ、眩しすぎて。家の中でもサングラスかけないと。で、次の部屋行きますか。はい、お願いします。ベッドルームですかね。うわー、うわ、すごっ。どうなってんすか、ここ。逆に寝れます。いや、なんかね、落ち着くようになってきちゃったんです。最初はやっぱり落ち着かなかったんですけど、はい、まあなんかその女の子と遊ぶ時とかに、はい、とかなんかいろんな角度が見られるの、ちょっとなんかすごい、わかります。いや、好きなんですよ。男の夢です。男の夢なんですよ。だから女の子も最初入ってきた時に、はい、何なのこのベッドルームはってなるんですけど、はい、数を重ねるうちにやっぱあのベッドルームじゃなきゃできないって。いや、マジで本当にもうマジックミラー号みたいになってるじゃないですか。いや、本当に。あ、でも今気づいたんですけど、はい、窓ないんですね、こう。だからあの僕ホストで、はい、多分オーストラリアの方とかわかんないと思うんですけど、はい、もうホストって夜中に働くじゃないですか。ああ、そうですね。で、大体朝日が昇る直前ぐらいに帰ってくるんですよ。で、まあここで、まあ、シャワーとか浴びて、はい、この部屋入って、はい、また夕方とかに起きるんですね、出勤のために。ってなると夜ってもうすぐ暗くなっちゃうじゃないですか。あ、なんか一日ね、太陽見ない日とか結構あって、ね、窓があったら明るくなってくると起きなきゃなとか思うじゃないですか。え、だからグラサンかけてるんですか。いや、それはありますね。太陽苦手なんですよ。太陽が苦手すぎるのと、はい、ちょっと未来が眩しすぎるっていうところで。もう突っ込まないや。かっこよすぎて。だから全部生活感なくすために、この加湿器とかもわざとこう鏡でこう隠したりとか。ああ、なるほど。え、てかめちゃくちゃでかいっすね。てか今気づいたんですけど、結構あ、暑いんすよ、この中。なんか湿度、え、これ加湿器はもうずっとオンみたいな感じですか。いや、これ今消してます。なんか窓が大きいんで、日差しが めちゃくちゃ入ってくるんで。ああ、そうっすよね。冬暑いんですよ。はいはいはい。え、夏とかやばくないですか。夏は逆に、クーラーを5台ぐらいあるんですよ、メインルームに、はい、なんで寒いんですよね。それはちゃんと温度を設定、ちょっとそうです、ね、調整しないとダメですね。で、まあ最後この辺が、まあ、バスルーム、まあ、そこからもローランドハウスと。ああ、いい、見えますね。あ、てかバラいいっすね、やっぱり。そう、好きなんですよ。ここがジャグジー。わー、え、ジャグジーはどれぐらい使ってるんですか。まああんま使わないですね、正直。いやー、でもこっからのジャグジー最高だろうな。あ、暖炉なんか部屋ごとにありますよね。そうなんですよ。好きなんですか。好きですね。あ、やっぱりなんか炎を見るのっていいっすよね。なんかいいらしいですよ、人間のこう本能的に。わー、すごいな、もうやばすぎ。もう家の感覚は全くない。で、1年の間に、はい、この家ってどれぐらいいるんですか。結構なんかいろいろまあ回ったり、あとオフィスとかいろいろあるじゃないですか、多分。まあ、出張とかも多いんで、まあ、半分ぐらいですかね、1年っていうと。そうですね。海外もこう、今事業展開やったりとかも。え、家ちなみに何個持ってるんですか。大阪にももう1個ビジネス展開するんでってなると、4つぐらいはあると。うわぁ。ここが一応メインで。はいはい。で、ここがキッチンですね。ここが。まあ一応キッチン。いやー、いいっすね。なんですけど、キッチンってなんかここら辺ってなんかすごい生活感ある気がしませんか。なんか結構隠しちゃうんですよ。あー、はい。え、ローランさんちなみに料理とかは。料理は全くしないですね。あー、やっぱ時間がないのもありますしね。うそうですね、余っちゃう。うん、しますか。僕、いや、僕はその彼女が結構料理するんで、あー、もう任せっきりっていうか。幸せだ。
ちなみにその彼女を作るなんか願望とかってあるんですか？ちなみになんか基本的にいろんな女の子と遊びたいんで、はいはい、いろんな女の子と遊ぶよりもこの子一人と遊ぶ方が幸せだと思わせてくれたら、あ、多分つけようと思いますけど、今のとこまだ見つかってない。いっぱい遊びたくなっちゃう、毎日違うこと。人生もうホストやってたじゃないですか、やっぱり、はい、もう日本トップのホストだったわけですよ。女の子何人と遊びました？なんだろう、普段なんかコーヒーとか飲みます？あ、飲みます。それ今まで何杯飲んだか覚えてますか？感じなんですよ。かっこよすぎんか。答えたくないっていうよりも答えられないがちょっと正解かもしれない。いやー、もう想像にお任せします。あと一応ここはまあ衣装ルール、まあ、服少ないんで一着ジャケット一着しか持ってない、はい、いやでもかっこいいっすねこれ。わあ、でも本当に少ない。で時計も一個しか持ってないです。ああ、でもやっぱいいものはいいものなんですね。いいものを一個だけずっと大事にしたいっていうのは、傘とかもまあ一応なんかビニール傘とか使いたくない。はい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 。ただその傘も一生でその一本しかもう買わないぐらいな。はい、アタッシュケースはちなみにいつ使うんですかこれ？アタッシュケースはなんかホストもやってますけど、一応なんかビジネスマンとして経営者として仕事しなきゃいけない時あるじゃないですか、はい、そういう時はこういう硬いバッグ。あ、なるほど。フォーマルな場所では。ここはバールームですね。はい、ここはなんか来客用というか、まあ来客用でここでまあそんないっぱいは来られないんだけど、ここで座って、はいはい、まあ、お酒を飲むっていうような、まあ、完全にもうデート仕様の家になってるんで、はいはい、普通のなんか住むっていうようなところには特化しないで、まあホスト特有のドンペリが、ホスト特有の置いてますよ。僕1回だけドンペリ飲んだことあるんですよ。どうでした？まあまあでした。まあまあ、そんな良くもない。良くもなければ悪くもないみたいな。 Not that bad ですか？ Not that bad。 あ、でもシガーとかもやるんですね。シガーも好きなんですよ。あ、なんでシガーもここで吸ったりとかもしますし。うん、いいっすねっていう感じで、まあこんな感じのテイストで、もう なんだろう、この感覚っていうか、もう家を回ったような感覚じゃないというか、もう家を超越している感じですね。あ、本当ですか？Let's make a toast. Toast. 乾杯。乾杯。Cheers. Oh, that's nice. 1時。1時45分からローランドさんとブランデー飲むとは人生で思ってなかったです。ジョイさんが、はい、こんな話しやすい人と思わなかった。なんか見てたけど、なんか撮影の時と、はい、なんか普通のパーソナリティって別の人もいるじゃない。なんか多分根が明るいですよね。いやでもローランドさんもマジで同じ感じですよ。僕もあんまね、そんなカメラオフでも変わらないタイプなんです。まあでもやっぱりホストですから、やっぱり人と話すのは慣れてるというか、もう、うん、もうプロ、言っちゃえばプロですからね。まあ、会話することでやっぱお金を稼いできたっていうところがあるんで、逆にまあ歌を歌えなかったりとか、はい、ダンスできないとか、そういう才能とかはもう他の人にはもう全然かなわないですけど、はい、そうですね、やっぱこう人と話すっていうことに関しては、うん、すごい頑張って勉強してきたりとかもしたんで。でちなみになんですけど、はいはい、多分この動画を見てる人でホストって何ぞやって思ってる人、俺誰だろうってなりますよ、ね、多分誰だろうですよね、はい、特に海外から視聴してる人は多分だから今知らない人の家をただ見させられてる状況ですよね。自己紹介しないとだ。そうですね、やっぱりそのまあローランドさんも日本一のホストっていう異名を持っている中で、うん、やっぱりホストって何ぞやって思ってる人が多分多々いると思うんですよね、うんうん、なのでローランドさんの口からホストはこれだぞっていうの説明できますか？まあそのオーストラリアとかも世界にはない、日本人ってこう一緒にこうお酒を飲むこの時間にものすごい価値を感じる、多分世界で唯一の民族なんですよ。だからこうホストの仕事を外国の人に説明するときに、女性をもてなす仕事ですっていう話をすると、なんかそれはちょっとなんか風俗的な、その日に持って帰ってセックスができるのかみたいな話をまあされるんですね、うん、でそうじゃなくて、ただ一緒に飲んで話して時にはその後にデートすることもあるよと。でもそれは絶対じゃなくて、ケースバイケースで、基本的に俺たちの仕事はお酒を飲んで乾杯をして女性のこう話を聞いたりとか、うん、なんかこうちょっとときめくようなセリフを言うとか、はい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 、っていうのがメインの仕事なんだぜって話をすると、もう絶対に理解できないって言うんですよ。なぜならその一緒に飲むので、はい、まあまあその例えば日本円で1万円とか2万、まあ、ぐらいだったら、はい、まだ理解できるじゃないですか、はい、ちょっと話し相手を探したいな、はい、僕ら変な話1日でそのお客様が100万200万使うんですよね、でも別にセックスをしないんですよ。って時にもう多分このカメラの前の皆さんはそんな仕事が成り立つわけないと思うじゃないですか。ね、これが日本の日本にしかないカルチャーで。なんで日本にしかないカルチャーだと思います？僕はその多分オーストラリアの人もお酒好きだと思いますけど、はい、お酒を誰かと一緒に飲むその時間が
すごく高額を払うべき価値のあるものだって理解は多分ないと思うんです。僕らってキャバクラで例えばその50万使いましたみたいなこう話をされた時に、多分オーストラリアで昨日女の子と飲んで50万払ったんだよねって話したら、お前何やってんだってなるじゃないですか。軽蔑されますね。軽蔑されますよね。でも日本だと、あ、じゃあ昨日ちょっと飲みたい日だったんだねって常識なんですよ、それぐらい使うことが。要するにこう、さっきも言いましたけど、一緒にこう飲むこの時間に対してもう宝石とか時計とかバッグとかよりも何よりも価値があると思ってるのが僕ら日本の国民なんですよね。なんか物というよりかは経験っていうか、その人生経験の方を大切にしてるっていう感覚なんですかね。だからこそこのビジネスが成り立つし、だからこれを例えば日本ですごくこう収益を上げてる事業だから、例えばあなたオーストラリアでやってみたらいいじゃないって言われたら、僕は絶対やらない、うん、絶対な成り立たないから。でそのやっぱりホスト歴長かったじゃないですか。何年ぐらいやってました、うん、ホストは。10年ぐらいですか、ね、それってそのホスト界の中では長い方ですか。長い方ですね。すぐ辞めちゃう人もいるんで、やっぱりみんなそのお金を簡単に稼げると思って入ってくるんですよ。で実際に稼げる人はもう18とかで1000万ぐらい月に稼いだりとかもするんですよね。すごい。人生変えたくてやっぱやってくるので、まあそのなんてホストの数も多いんですよ。だからその売れるのも一握りで、まあアニメもたくさんあるけど、本当にヒットするコンテンツなんてもう一握りじゃないです。だからやっぱりその売れない子はすぐ辞めていくっていうのがありますね。でローランドさんはそのもう本当にもう最長期の時にもう最高金額ですよ、うんうん、月にどれぐらい稼いでました。でも1日で言うと6000万ぐらいを。え1日ですか。1日なんですよ、誕生日に。でもその月はもう本当収益が上がりすぎて、はい、そんなもう計算もそんなできなかった。税金やばくないですか。税金はもうたく高いんで1日で6000万でもう宝くじ引いてますよ。だから本当に多分ね、何を言ってんだこの人って思ってると思います。このカメラの向こうの人は。まあ女の子版のキャバクラっていうのもまあ同じような感じですので、ね、まあ、ガールズバーもそうです。でそのローランドさんがもう俺はホストになるっていうきっかけは何だったんですか。きっかけはそのアニメでヤオはい、っていうホストを題材にした、はいはい、本当に田舎の日本の田舎に住んでる、まあ、学校もちゃんと行ってなかったような何もない人が、うん、その東京に来てホストになってサクセスしていくみたいなストーリーの漫画があるんですよ、はい、それ見た時に僕サッカー選手にこうなりたかったんですけど、はい、もうプロになれなくて、で何もこうすることがないなって思ってた時に、新しい夢って何だろうって思った時にその本見て、ああもう俺こう東京の歌舞伎町でホストしてこのプロになれなかったこの悔しさをバネに、もう違う形で成功して絶対この、まあ、結構強いチームにいたんで、うん、チームメイト結構プロになったんですよ。でテレビつけるとそういうやつが出てて、はい、もう本当悔しいじゃないですか。まあそうですよね。だからそいつらを見返そうと思って、うん、まあ、この歌舞伎町に来て一攫千金を夢見てって感じで、で、まあ、それを実際もう握りしめたっていう事実がもうすごいと思うんですよね。やっぱりその大きな夢を持っている人はもう本当に日本でも世界でもいろんなもうめちゃくちゃいると思うんですけど、うん、やっぱりそのそれを実現できるっていうのは本当一人握りじゃないですか。そのローランドさんの中での、まあ、秘訣っていうかもうなんですかね、もう挫折しない方法とかってあるんですか。本当に日本のアニメを見ることだと思います。いや本当にアニメってなんかすごいポップなカルチャーだと思われてますけど、はい、まあ、もちろんポップな側面はありますけど、はいはい、ただラオウ、いや北斗の拳ですか、はいはい、力に屈したら男じゃねえとか言うじゃないですか。退くぐらいだったら俺をこう、はい、後ろから打ってくれとか、はい、あとはまあ時にはその俺シーン好きなんですけどロングヘアが、ああいいですね。なんかそういうなんか挫折しない秘訣はやっぱそういう言葉に、あこういう考え方もあるんだなとか、やめそうな時とかもあのラオウの言葉とか恐ろしく響くの分かりますか。いや響き、もう僕も最初北斗の拳読んだ時にもう我が生涯に一片の悔いなし読んだ時にはもうなんすかね、もう炎がボッ、いや分かる。あれを仕事やったり YouTube とかも大変じゃないですか、はい、毎日こう数字見て、はい、わ今日の動画何百万再生もいくと思ったのに全然いかないなみたいな人とかもあるじゃないですか、はい、ああいう時に例えばこうパッと開いてあの言葉とかを聞けたりとか、うん、あと例えば失恋とかした時にね、うん、これもまたラオウの言葉になっちゃうんですけど、いやいいっすよいいっすよ。なんかもうお前がどんな男を愛そうが、お前がどんだけもう汚れようが、うん、俺の隣にいればもうそれでいいんだみたいな、あれって浮気された時とかにもしあれを開くじゃないですか、はい、俺多分めっちゃ響くと思うね。
いやーもう北斗の拳マジで名言ばかりですよね。名言ばかりなんです。だからね、本当になんか振られて落ち込んでるこの英語圏の皆さんも、うん、なんかくよくよするぐらいだったらもうラオウの言葉開いてどんな男愛しても隣に最後いてくれたらいいんだっていうあの言葉を聞けばちょっとまあ許してやるかって思えるかもしれないし ね、 そうですね、もう愛ゆえにですよね。そう、愛ゆえに。多分そのおかげで多分海外でもアニメがめちゃくちゃブームになって、うんうんうん、もう今じゃもう普通に視聴されてるものになってます、はい、もう10年前ぐらいと比べるともう本当に世界観が変わったっていう。クランチロールのイベント出たんですけど、はいはい、アメフトのトッププレイヤーとかがゲストで来るぐらい、あもう絶対アニメに関わらなそうな人たちがもう普通にいましたもん、ね、そうそう、昔はなんかそういうことギークじゃないですけど、そういうなんかちょっとなんか陰キャという人たちが見るみたいなコンテンツだったものが、もう誰よりも強そうなアスリートがアニメを見るような時代になっているって考えると、本当にね、挫折した時とかにとか、まあ楽しみたい時とか、どんな時でもアニメはこう自分の支えになってくれるなっていうのはありますよ。でまあ本当に今更なんですけど、多分視聴者はもう薄々感づいてると思うんですけど、ローランドさんオタクですよね。オタクだと思います。普通にもう、俺が振ってもいないのに北斗の拳出てるっていうことは、はい、もう本当に生粋のオタクなんだなってもう思ってて、まあ、もちろんその前のその前回の動画とか、はい、もういろいろインタビューとか読ませてもらったんですけど、うん、もう本当にアニメ好きっていうか、うん、ただそれ家庭がゆえですよね。そう、僕あの、まあ、あのドラゴンボールあるじゃないですか、はいはい、ドラゴンボールの歌を歌ってるあの影山ヒロノブさん、はい、チャラヘチャラって、はいはい、あれのギターをまあうちの父親が弾いていい。あ、そうなんすか。そうなんですよ。すごっ。なんかちっちゃい頃とか、はい、あの影山さんにこう抱っこしてもらってて、すごく髪の長い なんか おっさんだなってずっとただそれだけだったんですよ。なんかすごいスーパースターってこと知らなくて、はいはい、でもツアーで父親とかもあのアルゼンチン行ったりとか、はいはい、パリ行ったりとか、うん、もう世界中いろいろ回ってスターらしいんですね。やっぱあの曲を歌うともう湧くっていう世界的なスターっていうことを大人になるにつれて聞かされて、はいはい、この髪の毛あのすごかったねうわー、いやめちゃくちゃ羨ましいっすよ。いやでもみんなに本当言われました、ね、ポケモンのサトシだ、あの松本梨香さんっていう、はいはい、あのポケモンのサトシをやってたその声優さんも、はい、ちょっと父親が仕事してたんで、あそう可愛がって、はい、やっぱりその父親が そういう系の仕事をやってたおかげで、やっぱりその家系のテレビとかではアニメがよく流れたり、アニメの音楽が流れたりっていう感じでした。もう昔からずっと流れてはいて、ただそのサッカーをやっていく中でやっぱりそのスポーツやってるとアニメ見るのがかっこ悪いみたいな時期やっぱあったんで、僕10年以上もサッカーやってたんで、はい、周りでアニメ見てる人もその当時あんまいなかったんで、はい、なかなか言えず、こういう家系だってことも言えず、そうですよね、どっちかっていうとまあちょっと、まあ、隠してあのアニメと関わらずに過ごした時期があって、だから最近また、まあ、最近といってもまあ20前半ぐらいからまたちゃんと見るようになりましたね、うん、はい、今の子供はもう本当普通に昨日のワンピース見たとかもう普通に話題に出てきますしね。もう恥ずかしくないんだ。もう全然恥ずかしくないと思う。でもそれはジョイさんとかがなんかこう例えばかっこいい人がアニメ好きって発信したからじゃないですか、うん、いやいやいや、そうじゃないと思うんですよ。だから僕らみたいな人たちがのおかげだと思いますよ。なんかアニメ好きっていうのを発信して、はいはい、でなんか意外とクールでこう例えば YouTube のチャンネルも何百万人もいるそのかっこいい人がアニメ好きって言ってたら、多分今の Z 世代とか若者たちは別になんかアニメが恥ずかしいことなのって多分なると思うんですよ。だからありがとうございます。なんか変えたんじゃないですかね、このもうワンピース以外というかその人気以外のアニメを見る方がかっこいいみたいな変な文化が出てきたんですよ。ツーだみたいな。そう、ツーな文化が出てきたんですよね。もうミーハーがバカにされるみたいな。もう本当に一変してて面白いんですよ、ね、どれだけ2のなやつを知ってるかみたいな。アニメまた最近見始めたって言ってたじゃない。最近だとおすすめのアニメとかって何ですか、ローランドさんの中で。最近おすすめで言うとあの、まあ、ブルーロック、人物描写に結構フォーカスが当たってるんで、うん、いろんな個性のある俺様タイプもいれば、そうなんかなよなよしたタイプもいて、そういう人たちが一個の試合に勝って目標に向かって走っていくっていうストーリーだから、うん、なんかね個人的にもおすすめできるし、サッカーを知らなくてもあれきっかけにサッカー知ってほしいなっていうのもあるんで、基本的にスポーツ漫画とかアニメとか好きですか。いや可愛い女の子が出てくるの好きですそれで言えばもう本当にこれもう予想以上だったんですけど、はい、ローランドさんローキューブ好きっすよね。いやローキューブ知ってるんだ。いや知ってますけど。知ってるんだ。鎌田ひなたちゃんがもう
可愛いんだわ、もう本当に。いや、もう本当にもうイメージと真逆っていうよりも程があるっていうぐらいびっくりしてて、いや経営者だから、はい、若い子を、まあ、僕も30でそんな、まあ年はあれかもしれないですけど、はい、18の子とかが、まあ、うん、日本の法律だと雇用できるじゃないですか、正社員で、はいはい、12個の年の差があってコミュニケーションどう取ろうと思った時に、はい、なんか舞台背景が小学生のバスケットボールチームのコーチをするっていうところじゃないですか、はいはい、だから若い子の扱い方を学ぶにはもうあれが一番いいと思って、いろんなビジネス教本とかたくさん真面目な本とかある中で僕はずっとその老朽部を見ながら、ああこうやって褒めるんだなとか、いやもう老朽部を見て、あ、これビジネスに習えるなっていう人初めて見ました。本当老朽部好きって言った瞬間に、はい、ツイッターのフォロワーが2000人ぐらい、その後にオタクたちの支持のおかげで10万人増えたんですよ、はい、すごくないですか、オタクパワー、オタクパワーすごい。いやもうあれの僕ツイートを見たんですけど、はい、実際もうあのもうローランさんも面白すぎて、もう本当に名言マシーンだと思うんですよね、ローランさん。もう本当にそのローキューブのツイートした時に何でしたっけ、俺は下を向かない、下を向く時は朝靴を履く時みたいな、もうかっこよと思って落ち込んでる男はかっこ悪いじゃないですか、はい、落ち込んでる男はかっこ悪いから、その下を向いてこうずっとこうなんか猫背で丸まってるさ、うん、全く魅力ないわけですよ、はい、だからまあああいう言葉を言ったと。いやもう本当に正論だと思うんですよ、上を見ようぜと。そうですね、アイドルアニメとか好きですよね。あ、まあ、ラブライブも好きで、それも予想以上っていう。ライブとかも行きますよ。あ、マジですか、行くんですか。僕はスノーハレッションしか分からないんですけど、アイドルは見るんです、ちょっとだけ見るんです。あ、スノハ、まあ、スノハレもいいですけど、スノハレ、はい、あれもなんかこう女の子たちが、しかも可愛い女の子たちが一個の目標に向かって、うん、時には喧嘩したりとかね、うん、まあ、しながらもうだから行くじゃないですか、はい、泣けてくるんですよね泣いちゃうのよ。いやでもそうですね、やっぱりなんかヒューマンドラマ的な面で見ると、うん、もう本当によく書かれてるなって思いますね、うん、もう別にアイドルとか好きじゃなくても、うんうんうん、その一つのヒューマンドラマとして見れば、うん、もういい脚本だとは全然思いますね。そうだから可愛い女の子たちが頑張ってるものを、うん、なんか不快に思う人って人類でいないと思うんですよ。女性目線で見てもどんな、例えばこうマイノリティの人たちも、うん、可愛い女の子たちが一個のものを頑張ってるのを見て嫌悪感を抱く人って一人もいないと思ってて、まあでも多分その海外の人で、うん、まあ、日本でもそうですけど、うん、そのいい大人でなんで二次元のこう支持するのっていうか、そう熱く語るのっていう部分を痛い目で見る人は多分いると思うんですよね。でも多分ね、犬とかワン飼うのと一緒で、はい、なんか人って生きてたら、まあ、嘘ついたことない人っていないじゃないですか。いっぱいついたことありますよね。まあもちろん僕もめっちゃ嘘ついたことあるんですけど、はい、やっぱそうやって裏切られるじゃないですか、はい、でも動物ってやっぱその裏切るっていう概念がないから裏切らないじゃないですか、はい、二次元もまたその裏切るっていうことがないわけですよ。だから人々がワンちゃんとかを飼うのと僕同じ感覚だと思ってるんですよ。決して裏切らない絶対的なものっていう、はいはいはい、あ、そうですよね。二次元は裏切らない、二次元は裏切らないっていうのはなんかそのペットを飼う感覚と一緒、裏切られて疲れた人がやっぱ犬とかを飼って癒されるんですよ。そういう、うん、そうか、そういう考えで考えてもみなかったな。愛した分だけ返してくれるって、はい、人間は愛しても裏切るじゃないですか、はい、でも動物は愛したらすごく愛情返してくれるし、アニメもまた愛したら愛した分だけもう愛し返してくれるじゃないですか。絶対裏切らないじゃないですかそうですよね。多分ね、そこだと思うんだよな。いや不敬不敬。で、あのちなみにその、はい、まあ、もちろんその可愛い女の子が出てくるアニメはもちろん、はい、その別に可愛い女の子が出てこないアニメも、まあ、好きなものは好きですよね。好きは好きですね。だからまあサスペンス系でいうとなんか、まあ、嘘食いとかああいうのってもう本当可愛い女の子が一切出てこないじゃないですか、はいはい、でもああいうなんかミステリー系のも面白いなとか、うん、ライアーゲーム的な感じですか。あ、ライアーゲームとかもそうですね。なんかああいう本当ストーリー的にこう引き込まれる、オットタクシーめっちゃツールじゃないですか映画か、映画ちょっと微妙でしたね。あ、映画はまあまあ映画はそうですね、まあテレビ放送の方が良かったですね。そうですね、なんかもっと新しいストーリーかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと期待値が高すぎてその期待値が高くなりすぎるぐらいアニメがもう毎回、一応ビジネスマンとして会議とかも出社しなきゃいけないわけですよ、はいはい、だからいいコンディションでやっぱ行かないと社員たちが社長やる気ないのかなって思っちゃうじゃないですか。でもオットタクシーはこの話でも寝ようって思ってネットフリックスとかがこうローディングするじゃないですか、はい、あれ止めるね、あのパワーがもう残ってないですよ、面白すぎてあと1話、あと1話次こそは終われるって思ってみてオットタクシーが
なんかクリフハンガーみたいな、こうなんかギリギリでいいとこで、はいはい、もう止めてくるじゃないですか。そうですね。2日ぐらいでホットタクシー見に行ってもうミーティング中とかでこう、ね、ちょっと寝ちゃったりとかして、社長大丈夫ですかみたいなこと言われて、やっぱりなんか聞いた話だと、そのローランドさんやっぱりそのアニメをその、うん、人生経験の勉強として見るその接点が多いっていうか、やっぱりここはこの面をその人生、自分の人生に生かせるよっていう見方をしてるのが多分多いと思うんですよね。その全くこれは何の人生経験にも全くならないっていうアニメとかってあります？全く人生経験にならないか。もう本当にもうただただエンターテインメントとして見たアニメっていうか、なんかやっぱ各所に学びはあるんですけど、うん、なんか何も考えずに、なんかこの人は本当はこういうこと考えてるんじゃないかって考察するの好きなんですけど、はいはい、そういうの全くなく、なんか水族館の魚を眺める感覚で見られたのは、はい、アリア。ああ、懐かしい。なんかただベネチアに似た街を、はいはいはい、のどかな人たちが生活をしているっていう、はいはい、その状況をただ見守るみたいな戦いとかないじゃないですか。本当にのんびり、なんか水族館の魚見るときも、はい、なんかこう何か面白いことを魚にやってほしいっていうよりも、なんかただなんとなくぼーっと眺める、そうですね、環境を楽しむっていうか、環境を楽しむか、はいはいはい、っていうとアリアとか、あ、のんのん日和、僕レンゲちゃんめっちゃ好きです。レンゲちゃん可愛いんですよね。可愛いっす。ネーミングセンスやばくないですか。やばいっす。ワンちゃんにグッってつける、ね、だ日本語カルチャーしか分かんないかもしれないけど、相当面白いやつがいるんですよ。犬をスプーンと呼ぶのと同じです。あ、そうですね。いや、まあ、そうですよね。やっぱりその日常系のアニメはさすがに学びがないというか、まあでも学び求めないと思うんですよ、ね、学びを求めるのすら疲れた時、なんかすごい通なやつで、もしかしたら本当に盛り上がれないかもしれないですけど、はい、バラカモン見ました。見ました。日本、あ、見ました。見ましたよ、もちろん。どんだけ見てんの全部。僕ほとんど見てます。すごい、ほとんど見てんだ。もうそれが仕事なんで。あ、まあね、それもあるけど、はい、すごいと思いますよ。日本列島の南にあるすっごいちっちゃい島で過ごす人たちの物語じゃないですか。何のトラブルとかも、まあ、なんかすごい平和な描写がね、はい、トラブルがあったとしてもすごい平和なトラブルじゃないですか、はい、あれとかはなんかこうなんとなくつけていられるテレビの画面を、はいはい。で、まあ、今ローランドさんは、まあ、ホストはもうやってないですよね。いや、今もうやってますよ。あ、やってるんですか。やってるんですよ、まあ、現役というか、まあ、経営者として店を経営して、その傍ら指名も取ったりとかして、英語圏の方もオーストラリアの方もそれこそ来ていただいたりとかして。あ、そうなんですね。一緒にお酒飲んだりとかして。でも今もこうやって一緒にお酒飲んでアニメ語ってるけど、めちゃくちゃ楽しいです。あ、本当ですか。いや、嬉しい。いや、僕も楽しいですよ。普通にめちゃくちゃなんかもうローランドさん指名したような感じ。確かに、まあ、大体ホスト組ってこういう感じになるんですよね。そうですよね。で、ちなみにその、はいはい、現役のホストだった頃とかって、うん、やっぱりアニメ好きっていうのはもう隠してたんですよ。隠してましたね。それはやっぱりその女の子が嫌がるかもしれないからっていう面で、特にやっぱそのクールでいる必要があったん で、はい、で女の子とかは特にそのアニメ好きに対してのなんか嫌悪感というか、うん、なんかモテない人がそういうものを見るとか、はいはい、なんかこう日本にあるロリコンっていう文化を理解できない日本人女の子かなりいるんですよ。海外もめちゃくちゃいますね。ですよね、うん、多分あれも日本特有のなんか恋愛対象っていうか、なんかこう見守りたいみたいな多分、はいはいはい、意味合いが多分好きな人が多いと思うんですけど、うん、その幼女系を好きな人って、はい、ガチ恋勢もいるかもしれないですけど、基本的になんかこうなん力がない人が頑張ってるのが面白かったりするじゃないですか、はいはい、ああいう感覚なんですけど、多分お客様たちはもうああいう子たちを恋愛対象として見てるのっていうような感覚になっちゃうと思うんで、なんかもう老朽部好きなんて絶対いなかったし、まあそうですよね。まあそうですよね。やっぱ海外でも今それがすごい問題になってますよね。はい、やっぱりそのなんですかね、その幼女を性的な目で見てるんじゃないかとか、もう本当に大丈夫みたいな感じで言われるのが多いんですけど、こういう感覚の人はもちろんいると思うんですけど、多分めちゃくちゃマイノリティだと思うんですよね、うん、でもほとんどの人はもうローランドさんが言ったように、ただただその見守りたい、もう守りたい、弱いものをちょっと遠くから眺めていたいっていうだけの感覚だと思うので。だしマイノリティだとして、僕そこはねあんま否定的じゃなくて、はい、本当に実際にね、うん、なんかこう法律に対してそれを犯すっていうのは良くないと思いますけど、はい、愛情の形は僕年齢のも関係ないと思うんですよ、うん、僕がもし100歳の女性がいて本当に素敵だなと思ったら、やっぱり好きだって言いたいですし、はい、なんか好きって伝えるまでは
もしかしたら100歳の方と恋愛するのは法律で禁止だって言われたとしても、うん、僕は多分好きって気持ちは伝えると。だからそこの好きって伝えるその気持ちとか、その好きと思う感情自体は僕何の罪もないと思うんで、うん、だからね、そこで実際にこの法律だけを犯さないっていうところだけは守って、もちろんね、いろんな自分のその感情とかを、うん、もちろんその視聴者の中にもそういうマイノリティっていう側にね、今言った属されてる方とかもいると思うんですけど、うん、こんなに恥ずかしがる必要とか罪悪感とか感じる人はもうないんじゃないかなと思いますよ。で今ローランさんはやっぱりその、はい、ホストクラブの営業とか、うん、その自分のホストクラブを持ってるじゃないですか。やっぱりそのホストをやってた間にその仕込んでたっていうか、もう最終的にはそのビジネスの営業の世界に入ろうって思ってたんですか。多分 YouTuber とホストって似てるんですけど、うん、おそらくずっとできる仕事じゃないんですよ。ホストは肉体的に、多分 YouTuber は精神的にずっとできる仕事じゃなくて、うん、数字に追われる仕事なんで、うん、多分この仕事をずっと続けてたら心が壊れちゃう気がするそうですね、ですよね。となると、はい、この YouTuber として稼いだお金とかホストで稼いだお金で何かもう少し安定した仕事とか安定したフェーズに行く必要が僕あるなと思ってて、うん、だからまあ、そのさっきも言ったようにホストってすごく若いうちから本当に考えられないぐらいの大金を、それも学歴も何のスキルもコネクションもない人が稼げるんで、なんかすぐ使っちゃうんですよ、リテラシーがないから。はいはい、なんかもう、まあ、毎月稼げるから来月稼げばいいやとか、貯金はまあ来月にしようとか、それこそオットタクシーを毎月見ちゃうように、毎日見ちゃうように次の話を、その月入った給料をまあ使って、来月こそは来月こそは で気づいたらもうホストとして価値のない男になってしまって、どうしたらいいんだろう、何のスキルもないし何の貯金もないし、でも贅沢を覚えちゃったから生活レベル落とせないしってなっちゃう人をたくさん見てきたんで、だからその起業の資金を貯めて、ちゃんとどうやったいくらあったら、まず例えばアパレルやりたいとしたらアパレルにはこういうお金が必要なんだとか、こういう知識が必要なんだとか、僕美容室とかもやってるんですけど、美容室をオープンするにはこれが必要だからこれが取っとこうとか、そういうことを結構ね、将来のことを考えて生活してましたね。うん、いや、 やっぱりおっしゃった通り、その YouTuber も全く同じ感覚で、うん、僕も個人でももう何人も見てきました。やっぱりそのトップに立ってた YouTuber が、うん、もう毎月毎月高額の収入が入ってきて、うん、もうラグジュアリアスな生活を送って、そうね、でも気づいたら数字が全く伸びなくて、うん、もう撃沈したっていう YouTuber が、うん、本当にもう毎年何十人何百人もいる、ね、いや、いると思う。今年も多分いると思います。そして、ね、もう全然毎年いるから、はい、未来に向けてやっぱり自分の中で、うん、俺私どれぐらい YouTube 続けられるだろうっていう考えてる人って多分少ないと思うんですよ。なんかいける気がしちゃうんですよね。もうその場の勢いでもう生きてるみたいな、なんとかなるだろう、はい、まあ、もちろんそれも大事ですけど、なんかその将来のプランニングとか女子さん自体でこう、なんか僕はやっぱりその自分のアパレルを去年、はい、ナンセンス去年始めて、うん、やっぱり僕の中でもう一つ思ったのが、俺30代40代の親おじさんになってもアニメの動画作れるかってもう真剣に考えたんですよ。あー、なるほどね。で考えた時に、いや多分無理だなと思って、もう僕あの来月でもう10周年になるんですけど YouTube、 もう10年も続いてるっていうので、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱり10年続いてるっていうこと自体がもう自分の中でも想定外だ。なかなかないと思う、10年続けられる YouTuber 自体もいないから。ファンのこと考えるとやりたい気持ちはね、そうですね、まあ、やりたい気持ちは山々なんですけど、やっぱり精神面で見ると多分できないと思うんですよ、うんうん、ってなってくると、やっぱりその YouTube とか動画を作っている間に得た経験とか知識とかをどう活かせるかって考えた時に、うん、やっぱり営業、うん、ビジネスの方に入るんじゃないのかなって自分の中で思ってて、うんうん、アパレル会社作りました。なのでもう本当にもうローランドさんに似たような経歴だと思うんですけど、だし、あの多分ね、その軌道に乗り始めて、うん、なんか違う収入源で確たるものができてくると、うん、なんかそのこれがメイン事業だとしたら、はいはい、生活の糧だとしたら、うん、もうこれがダメだったら生活できないっていうプレッシャーのもとこの撮影とかしなきゃいけないじゃないですか、はいはい、でも僕も YouTube チャンネル一応あるんですけど、はいはい、他に事業があって、別に YouTube で誰一人見なくても別に生活していけるなと思った瞬間に、うん、YouTube がやらなきゃいけないことから、まあ、やりたいことに少しずつ変わっていくんですよ、はいはい、ってなると多分10年20年やることも僕は可能だと思うんですよ。撮りたくなければ別に撮らなければいいわけだし、でもこうたくさんいるファンたちはやっぱいきなりバーンってやめられたらそうですよね、きっと俺のジョイがどこ行ったってなると思うんですよ
だし、その状況を僕も望んでないですし、このファンたちが悲しむ姿をやっぱ見たくないっていうのもありますし、まあもちろん、だから、はい、ナンセンスが例えばうまくいって、はい、まあ、それだけで生活できるってなった時に、もう楽しみながら動画を撮れば自分も楽しいしファンも楽しいっていうような素敵な状況に僕なれると思うんで、やっぱりそのアパレル会社始めて思ったのが、やっぱ僕何かを作ることがすごい好きなんですよ、うんうんうん、僕趣味でずっとあのもう中学生の頃から音楽とかもやってたので、うんうん、ただそれがもうメインになっちゃうと多分嫌になると思うんですよ。やっぱり好きなものはもうそのままもう好きなものでやりたいし、それがやっぱ今楽しいんですよね。やっぱりそのチャレンジでもありますし、うん、もういろいろ知識不足な部分もあるんですけど、その知識を埋めていくことが僕今すごい好き で、ローランドさんはちなみにその最終目的とかってあるんですか？正直、まあ、ここよりも大きい家とかもたくさんありますし、うん、僕よりもたくさん稼いでる人っていっぱいいるんですけど、なんかある程度の収入を超えると、なんかそんなに例えば1000円のワインと10万円のワインって、うん、多分味違うと思うんですよ、うん、でも1000万のワインと1010万のワインってもう一緒だと思うんですよね。あ、はいはいはい、下手したら1000万のワインと2000万のワインも好みの差で1000万の方が好きっていう人も出てくるぐらい、この収入もそれと一緒で、うん、まあ、ある程度まで稼ぐと、稼げば稼ぐだけ、あ、俺稼げて幸せだなって思えるんですけど、その一線超えたらなんかもうあんま変わらなくなってきて、個人的なんですけど物欲がないっていうのもあるんですけど、はいはい、本当になんか人に喜ばれるとかっていうことをしたいなって、多分教科書通りのことでつまんねえと思うかもしれないですけど、はい、ある程度の収入いった人って結構賛同してくれる気がしてて、なんかお金稼ぐよりもなんか、まあ、僕学校とか作ったりとかも実はしてて、あ、そうなんですか。その発展途上国とかに、そういう子今でも手紙くれたりとかするんですよ、はいはいはい、そういうのってあの手紙で得られる、まあ、満足感って、うん、ルイ・ヴィトンのバッグ買った時よりもギリギリ上なんですよね。あ、そうですよね。そうって考えると、なんか、まあ、本当に人に喜ばれる仕事とかあってよかったなと思われる人でいたいな、死ぬまで。いや、立派なことですっていうふうに本当に思います。うん、やっぱ最後に、まあ、アニメの話に戻るんですけど、はい、ローランドさんもなんか俺ちょっとアニメ業界に足踏み入れようかなっていう考えとかってあったりします？いや、それで言うと好きなことを仕事にすると嫌いになるって言ってたじゃないですか、はいはい、アニメは多分ジョイさんだけで本当好きすぎて嫌いになってないだけだと思うんですよ、はいはい、多分なんか僕の中では本当大好きなんですけど、うん、多分これを仕事にしたら義務でアニメ見る人生ほど悲しいものないと思ってるんで。あ、いや、でもローランさんそうおっしゃいますけど、僕もさすがにもうもういいやつ、堪忍袋の方が切れたっていうかもう今もうちょっとアニメに関する動画をちょっとやりたくないもうちょっと休んで、休んで、もう休んでます。やっぱりいろんな、その日本に住んでいる以上、うん、やっぱりそのこういう動画とか、うん、もう本当にもう別に直にアニメ関係するような動画じゃなくて、うん、やっぱりその日本の面白い文化とか、うん、面白い人とかをとコラボを一緒にやったりとかっていう動画が今一番面白くて、ちょっとないものねだりだから都会にいると田舎に行きたくなって、でも田舎で少し過ごすと、いや不便だなって都会に戻りたくなるじゃないですか。そうなんですよ。だから多分もう5年ぐらい待てば多分またアニメの動画とか作り始める。長くない5年。いや、やっぱり10年間やってましたから。まあ、そっか。で、本当にもう毎年出るアニメ僕マジで全部見てました。でも本当知識量的にそう、なんか登場キャラクターとか忘れちゃいません？ストーリーとか覚えてるんですか？いや、でも好き嫌いで変わってきますけど、うん、好きなものはやっぱり覚えてますし、バラカモノになるなんて出てこないですよ、そんだけ無限に見てたら。だからもちろんその名前だけは知ってるっていうか、その響きだけで、あ、多分これ見たなっていうアニメは多々あると思うんですけど、はい、あ、なるほどね、うん、でもまあそういう生活したら疲れちゃいますよね。やっぱりそのアニメが好きっていうのはもちろんあるんですけど、うん、僕個人的にいろんな趣味持ってるんで、他の趣味をやりたいとか、うん、その他の経験を得たいとか、うんうんうん、っていうのはやっぱりあるので。そっかそっか、そういう期間で、難しいですよね、そういう期間の対談相手に選んでくれたことが嬉しいですよね。いや、もう、ま、めちゃくちゃためになりますよ。疲れるなと思う人に療養期間中会いたくないじゃないですか。そう、少なくともなんか疲れる人ではないと思われてるっていうのはちょっとなんか嬉しいですよね。いや、もう全然もう本当にいろんな経験、はい、てかもう本当にもう僕とローランさんもマジですごい共感できるっていうか、うん、もう
もうホストと YouTuber の違いでもやっぱりその業界環境が同じだと思うんですよね、うん、YouTube とホストって。まあ確かにね、追われるし結果が全ての仕事だから。そうなんですよ。だから、ね、そのローランドさんがそういう環境からビジネスに入って成功してるって見ると、うん、自分もなんか安心しちゃうんですよね。あ、俺選択間違ってなかったのかもって。間違ってないと思う。もう頑張ればここまでいけるかもしれないっていうのがあるんで、うん、すごいためになります。いやー、本当に嬉しいですよ。じゃあ最後にローランドさん、その、はい、やっぱり英語はちょっと勉強してるみたいなので、はいはい、やっぱり今見てるほとんどが海外視聴者だと思うので、英語で何か最後一言メッセージお願いできますか。英語で一言メッセージ、はい、Thank you for watching and if you want to change your life, if you spend a time like shit, be hire me。本当に嘘だと思うかもしれませんけど、はい、本当に人生変わるじゃないですか、ホストって、うん、だからもうしっかり Google とかでチェックして、日本のホストがこんだけ稼げる、ローランドが嘘ついてないってことをまず見て、うん、そして日本に来てください。もう人生変える僕は自信があるんで、っていう感じで、ローランドさん今日ありがとうございました。ありがとうございました。Well guys, I hope you enjoyed that video. I mean, I for one freaking loveRoland's energy. He is so, so funny, so meme-y, and I hope you guys saw the humor in all of that as well. But I'm also just really surprised about, I guess, how down to earth he was. When I heard that he was, you know, the richest host in all of Japan, a side of me kind of thought that he was going to be a little bit arrogant or up himself. But it's just really nice to know that, you know, at the end of the day, he's just a dude who loves what he does and wants to clearly see his vision all the way through, which, you know, as someone who wants to do the same for their life as well, I fully respect that. But if you'd like to see Roland and I interacting a whole lot more, then by the time you're seeing this video, there will be a video with me out on his YouTube channel, which I will leave down in the description below. So please go check it out. We do a house tour of my place for some reason, and I've never felt more self-conscious in my life, but it was a lot of fun. So go check that video out, links in the description below. And again, a big thank you to Roland for participating in this video, and let me know your thoughts about anything we talked about down in the comments below. And also let me know what other interesting people living in Japan you would like me to meet and interview, because I feel like this is something that I can explore a lot more in these videos. Hopefully it'll end up being really interesting videos for not only me to make, but for me to share with all of you guys. But either way, thanks for watching. Leave a like if you enjoyed. Subscribe for more, and I will see you all in the next video. じゃあね!